キンプリ脱退、平野翔の決断の裏に、岩橋元気の存在。自由を求めた彼の未来予想図。平野翔が切り開く、アイドルの新しい形。音楽、ビジネス、そして自由へ。キングプリンス、イカキンプリの平野翔、元優太、神宮寺ユ太の3人が2023年5月22日をもってグループから脱退すると発表され、多くのファンに衝撃を与えた。 この出来事は、単なるアイドルグループの再編成にとどまらず、彼らの個々のキャリアや将来の展望、さらには日本の芸能界における制度的な限界を模示唆している。特に平野翔にとって、この脱退は日本の芸能界の窮屈さを感じさせるものであり、ビジネスへの新たな野心が芽生える契機となったようだ。キンプリのデビューは、彼らにとって大きな成功を約束するものであった。2018年にデビューした際、 彼らは瞬く間にトップアイドルの座に駆け上がり、多くのファンを魅了した。しかし、時間が経つにつれて、メンバーそれぞれの思考や目標が明確になり、特に海外進出に対する意見の相違が生じた。平野は、当初から海外進出を強く希望していたが、グループ全体の方向性が国内市場に留まることに不満を抱くようになったと言われている。この背景には、 元メンバーである岩橋元気の存在が大きく影響している。岩橋は2018年にパニック障害の治療のため休養を発表し、その後、2021年にキンプリを脱退して事務所を退所した。彼はその後、アメリカと日本を拠点にソロアーティストとして活動を再開し、自由なスタイルで音楽活動を展開している。この岩橋の姿が、平野にとって一つの理想像となったことは間違いない。 彼が見せる自由な表現や自己決定権の行使は、平野にとって日本の芸能界における制約からの解放を象徴するものであり、彼自身も同じような道を歩みたいと考えるようになったのだろう。また、平野の家族思いな性格も、彼の決断に影響を与えている。彼はかつて、自分がアイドルとして頑張る理由の一つに、家族を幸せにしたいという思いを挙げていた。特に母親に対する感謝の気持ちは強く、 母子家庭で育った彼にとって、家族のために働くことは大きなモチベーションとなっていた。しかし、その一方で、家族との関係が騒動を生むこともあった。弟が設立したアパレルブランドの T シャツを平野が着用した写真が公開された際、一部のメディアでは、家族のブランドを宣伝したのではないかと批判されることがあった。この出来事は 彼にとって日本の芸能界の厳しいルールや制約を再認識させるものであったかもしれない。さらに、平野がビジネスへの野心を抱くようになった背景には、ジャニーズ事務所を退所し、独立して成功を収めた先輩たちの存在がある。元カトゥーンの赤西陣や山下智久は、その代表的な例だ。赤西はファンクラブの会費やグッズの売り上げで莫大な収入を得ており、経営者としても成功している。 また、山下も個人事務所を設立し、海外の映像作品やグローバル企業の CM に出演するなど、独立後も輝かしいキャリアを築いている。彼らの成功は、平野にとって、自分も同じように成功できるのではないか、という希望を抱かせたことだろう。もちろん、平野にとってもキンプリからの脱退は簡単な決断ではなかった。メンバー間での話し合いは何度も行われ、 特に高橋海人はグループの存続を強く望んでいた。高橋は、ファンを悲しませたくないという思いから、脱退を主張する平野や神宮寺、岸に対して何度も説得を試みたが、最終的には、お互いの人生を尊重しようという結論に至った。それでも、高橋と永瀬連がグループに残る決断をした背景には、キンプリというブランドを守りたいという強い意志があった。今後 キンプリは二人での活動を続けることになるが、彼らにとっても、これからが新たな挑戦の始まりである。ファンの間では、三人が抜けることでグループが、回転休業状態になるのではないかという不安も広がっているが、すでに二人は来年に向けた計画を進めているという。キンプリはこれからも歌い続け、新たなステージを目指すだろう。一方で、脱退する平や、騎士、神宮寺にとっても、 新しいい道が開かれている。彼らが選んだ道が正しいものであったかどうかは、これからの彼らの歩みが証明することだろう。平野にとって、日本の芸能界の窮屈さを感じることが独立への一歩を後押ししたことは明白である。しかし、その先に待ち受けている挑戦は決して簡単なものではない。それでも、彼がこれまで培ってきた経験や人脈、そして何よりも彼自身の強い意志が、 彼を新たな成功へと導いてくれるはずだ。彼が今後、どのようなビジネス展開を見せるのか、またどのようにしてアーティストとしての活動を続けていくのかは、多くのファンにとって興味深いテーマである。彼が目指すのは、単なるアイドルではなく、一人の独立したアーティストとしての地位であり、さらにビジネスパーソンとしての成功も視野に入れているだろう。平野が今後どのような道を歩んでいくのか、その一挙手一投足が注目される。 また、彼の脱退がジャニーズ事務所全体に与える影響も見逃せない。これまでのジャニーズの成功は、タレント個々の魅力と事務所のサポートによって築かれてきたが、今後はタレント自身がどのように独立していくかが焦点となるだろう。平野の脱退は、その一つの象徴的な出来事であり、他のメンバーやタレントたちにも影響を与える可能性がある。これからの芸能界では、タレント自身が自らのキャリアをコントロールし、 ビジネスパーソンとしての顔を持つことが求められるようになるだろう。ファンにとって、今回の脱退劇は悲しみだけでなく、新たな期待も抱かせるものとなった。平野、岸、神宮寺の3人が新しいステージでどのように活躍していくのか、また残る高橋と永瀬がどのようにして金プリを守り続けるのか、それぞれの未来に注目が集まる。彼らの選択がどのような結果をもたらすのか。 そしてそれが芸能界全体にどのような影響を与えるのか、今後の動向から目が離せない。平野翔と岩優太、神宮寺・優太の3人は、ジャニーズ事務所を離れてからわずか1年も経たないうちに、日本の音楽シーンで驚異的な成功を収めました。彼らはそれぞれが新しい道を歩み始め、数々の楽曲をリリースし、その独自のスタイルと才能を証明しています。平野翔は、 彼の持つカリスマ性とパフォーマンス力を生かして、ソロアーティストとしての地位を確立しました。彼の音楽は、これまでのアイドルとしてのイメージを超え、より個性的で大胆な表現に進化しています。リリースする曲は、常にチャートの上位にランクインし、ファンだけでなく、業界関係者からも高く評価されています。また、彼のライブパフォーマンスは、観客を圧倒し、多くの人々に感動を与えています。 キシユタもまた、ソロアーティストとしての道を切り開き、彼の特有の感性と音楽的才能を存分に発揮しています。彼の楽曲は、優しさと力強さが共存する独特の魅力を持ち、多くのリスナーに支持されています。キシの音楽は、その深い歌詞と美しいメロディーで、多くの人々の心に響いています。また、彼はソングライティングやプロデュースにも積極的に取り組み、 その多彩さを証明しています神宮寺勇太も自身の音楽性を追求しソロアーティストとして大きな成功を収めています彼はそのスタイリッシュなビジュアルと繊細かつエモーショナルな歌声で多くのファンを魅了していますリリースされた楽曲はしばしば新しい音楽的挑戦を含んでおりその独自性と革新性が注目されています神宮寺は音楽だけでなく ファッションやライフスタイルにも影響力を持つ存在となりつつあります。3人は、かつてキンプリで共に活動していた頃の絆を大切にしつつも、それぞれが選んだ新しい道での成功を手にしています。その成功は、彼らが自らの意思で選び取った道の正しさを証明していると言えるでしょう。そして彼らの挑戦は、これからも続いていくことは間違いありません。日本の音楽シーンに新たな風を吹き込み、 さらなる高みを目指す彼らの姿は多くのファンにとって大きなインスピレーションとなっているのです。